私はこの選挙で求められているのは政治家一人一人の信念の覚悟だと思っているんです。私はこの選挙で求められているのは政治家一人一人の信念の覚悟だと思っているんです。玉木です。自民党を応援してます。大臣が望みです。連合の吉野吉野です。私がその理想に思っているのは、問題が起きた時に地域の連合事務所に駆け込んでほしいな。どうやって一対一の構図に持ち込むか。前原です。バーベキューさん、維新は自民党の補助政党です。どうやって一対一の構図に持ち込むか。私がその理想に思っているのは、問題が起きた時に地域の連合事務所に駆け込んでほしいな。石破総裁は括弧をつけて萩生を非公認議員にしました。こんなの格好だけです。萩生は裏壺議員で八王子にいてはならない男、いや日本にいてはいけないんです。野党じゃなくて与党の皆さん、野党風の候補者を立てて野党相打ちにして萩生を利することは許されません。野党じゃなくて与党の皆さん、萩生は売国自民党で犯人ですよ。そんなことでいいんですか。